IMF による各国の2020年の一人当たり GDP このページは各国の一人当たり実質国内総生産のリストである。つまり、ある年にその国で生産されたすべての最終的な財やサービスの購買力陛下をその年の平均人口で割ったものである。2019年現在、世界各国の推定一人当たり GDP の 平均値は 18,381int ドルである。富に関するランキングは、リストオブカントリーズバイウェルスパーアダルトを参照。各国、または地域で生み出された、付加価値の総額の比較は、名目国内総生産と為替レートを用いて行われることが多いが、これは、 国や地域ごとの生活のコストを反映しておらず、また国家間の資本移動の影響を受けやすい。市場取引における、為替レートではなく、その地域の生活関連コストやインフレ率や、収入の差などの要素を考慮した、購買力陛下を用いることで、貿易や国家間投資のような、国際間資本移動の影響を受けにくいレートで、比較することができる。 なお、人口規模の算定や購買力平価の推定には、誤差が含まれる可能性があり、小さな違いに意味があると考えるべきではない。5%未満の GDP の違いは、推定の許容誤差内にあると一般に認められている。また PPP を、通貨の均衡化はセレートと解釈すべきでもない。さらに調査に関して、大規模な経済や、 多数の農村人口を要する経済にとって比較可能な市場価格を全国的に得るためのその標本の規模とデータ収集能力は先進国経済の能力さえも超える。国や地域によりサンプル数は異なり、例えば調査に含まれた農村部が残りの地域を代表するものではないかもしれないし、都市部が課題に代表されている特定国や地域では サンプル数が少ないなどの問題が内在する可能性がある。すべての数値は国際ドルとしてより一般に知られている現在のゲアリー系ミスドルを用いて示されている。ありがとうございます。